北海道標別高等学校は、かつて北海道標別市南標別町にあった同立高等学校。1941年に高等女学校として開校し、後に同立高校となった。しかし少子化で生徒が減少し、平行になった。1941年に標別実家高等女学校として開校。1948年に同立に移管され、 北海道立私別高等学校となった。しかし少子化の影響で、道教員は、公立高校適正配置計画に定員削減を盛り込み、1995年には一、学級が減らされた。市の検討委員会は2001年には、市内参考の現状維持が適当としたものの、2004年には、私別高校と私別商業高校は維持困難なら、 再編が望ましいと結論を出した。結局この2校は統合されることになり、市別高校は2008年3月31日をもって閉校となった。2011年4月、道は道内の公共建築物の耐震化状況を発表、市別高校の校舎は解体予定とされた。しかし解体工事の入札で最低価格が漏れた、懸念があり、入札が延期された。 私別校学級削減で、会議反対署名活動展開へ出席者、生徒流出が心配。北海道新聞1994年9月21日付26面。なよろ VS 私別共存共栄の道録減少する、子ども地域への定着も、低下生徒確保に知恵を絞る。北海道新聞1995年6月28日付26面。 市別市内高校参考とも現状維持を、主権党員が、中間まとめ、いずれも教育に、特色、北海道新聞2001年3月24日付24面。市別校と市別省の再編も、市高校検討意思教委に報告少しか、受け方向性、北海道新聞2004年3月30日付26面。道内公共建築物の耐震化状況、市町村で、 学校改修進む、北海道建設新聞2011年4月14日付1面。談合情報、同義が価格漏らす旧市別公開対工事、入札延期。毎日新聞2011年6月24日付長官25面。同解体工事落札、最低価格と、差額1000円以内3割漏洩の可能性も、 毎日新聞2011年7月2日付長官21面。談合情報級死別公解体工事、確認できず入札を再広告。毎日新聞2011年7月27日付長官25面。死別ふるさと、大使、岡田淳一さんプロフィールプロフィール佐々木隆弘、人話なし日曜インタビュー高橋新さん漫画家独学、貫き好評。 北海道新聞1995年4月13日付長官6面。畠山みどりさん、福祉施設で歌声披露を、北海道新聞2015年10月7日付長官26面。来月、市別の和島光一さん特別展目前に、北海道新聞2007年3月10日付長官30面。地域経済活性化へ、市内業者の生産力強化。 渡辺英二主別市長。e, 検診プラス。https コロンスラッシュスラッシュ e-kensin.net スラッシュニューススラッシュ 141155.html2021 年10月30日閲覧。五輪伝説アニマルと呼ばれた男渡辺長竹、あえら2000年8月7日、74ページ。ありがとうございます。